スイス連邦工科大学ローザンネコでのポスターセッション。ポスターセッションあるいはポスターアップレゼンテーションとは学術的な研究の成果を学会などの会議の場で発表する方法の一つである。掲示されるポスターは通常事前に査読される。ポスターセッションは医学界など自然科学系の学会で特に重要となる。通常、ポスターセッションの会場では掲示用に 個別の部屋やスペースが割り当てられ、研究者たちはそこに紙のポスターを貼り、研究の方法や成果を説明する。それぞれの研究の発表は、学会の日程に基づき、10分から数時間の間、掲示される。大きな会議となると、数千枚ものポスターセッションが数日で終えられることも、ある。新産業技術センターでのポスターセッション。また、 多くの場合プレゼンテーションは研究発表のポスターを動かせる壁に貼り付け、発表者が通っていく出席者の質問に答える形で行われる。ポスターの大きさは会議によって変わり、A1 サイズから120-240センチメートル程度となる。ポスターはマイクロソフトパワーポイントなどのプレゼンテーション用ソフトを使って作られることが多く、印刷には 大型のプリンターが用いられる。また、耐久性向上のためラミネート加工される場合が多い。ありがとうございます。